この章で8章から始まった宗教的、国民的な規制に関する部分は終わります。イスラエルの生活の多くの違う局面を規制する興味深く顕著な定めがここに書かれています。申命記21章1から4節、あなたの神、主があなたに与えて所有されようとしておられるうちで、刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したのかわからないときは、あなたの長老たちと裁き司たちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町がわかれば、その町の長老たちはまだ試薬されず、まだ首輝きを折って引いたことのない群れのうちのオスの雌牛を、子牛を取り、その町の長老たちはその雌の子牛をまだ犯されたことも種もまかれたことのないいつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。もしも人が明らかに殺されてその遺体が見つかったら、町の役人たちはその場所から一番近い町を見つけるために距離を測らなければなりませんでした。そしてその町が殺人の責任を負います。その人はその町で殺されたのではないかもしれませんが、それでもやはりその町が責任を負うのです。申命記21章5から9節、そこでレビ族の祭司たちが進み出なさい。彼らはあなたの神、主がご自身に仕えさせ、また主の御名によって祝福を宣言するために選ばれたものであり、どんな争いもどんな暴行事件も彼らの判決によるからです。刺し殺された者に最も近いその町の長老たちは皆、谷で首を折られたメスの子牛の上で手を洗い証言して言いなさい。私たちの手はこの血を流さず、私たちの目はそれを見なかった。主よ、あなたが贖い出された御民イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を御民イスラエルのうちに負わせないでください。彼らは血の罪を許される。あなたは罪のない者の血を流す罪をあなた方のうちから除き去らなければならない。主が正しいと見られることをあなたは行わなければならないからである。この手順の中に基本的な真理が教えられています。ある町で犯罪が起こった時、その町の住人たちは一定の責任があります。起こっている犯罪が排除されるためには究極的に配慮ある市民たちによって法律が実施されるようにという要求が出されなければならないと私が信じるゆえんはこれです。神様は社会に責任を問われます。たとえ町の中で殺人が犯されたのではないにしても、それでも町には責任があります。町の長老たちは来て町の許しを請わなければなりませんでした。そして許しが彼らに与えられたのです。10から17節は戦争で虜になった女性との結婚を規制する定めです。同時に従婚していて一人の妻が愛され、もう一人が嫌われている場合の長子の権利の法的な保護もあります。ヤコブの生涯がこの実例であることはすでに見ました。申命記21章18から21節、かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は頑なで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために。ここに放蕩息子に関する定めが書かれています。放蕩息子が帰ってきたとき、話を聞いていた群衆は彼が石打ちになることを期待していました。父が両手を広げて息子を迎えるために出て行ったと主が言われたとき、彼らがどれほど驚いたか想像してください。彼は死んで叱るべきだったのです。ところが父は息子に腕を回して口づけしたのです。私たちが神様の身元に行って罪を告白するとき、第一ヨハネ1章9節、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。裁きの代わりに私たちのためには憐れみがあるのです。私たちが身元に行くときに私たちを受け入れてくださるのです。申命記21章22から23節。もし人が死刑に当たる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる血を汚してはならない。ここで本当に意味していることは、石打ちで殺され、その後木に吊るされた人という意味なのです。これはその人が自分のひどい罪のために死んだのだということを見せしめにするために、最悪の部類の犯罪者に適用されます。理由は犯罪者は神様に呪われたものだったからです。キリストがその木に吊るされた時、主は私たちの罪を追われて、私たちを罪の呪いから贖い出すために、主ご自身が私たちのために呪われたものとなってくださったのです。主が私たちを罪の罰から贖い、私たちの許しを買い取ってくださったのです。実際、主の死の責任はあなたや私にあるのです。十字架で主は私たちのために呪われたものとなってくださったのです。この章から申命記は別の区分に入ります。5から7章では10回の繰り返しと解釈を見ました。そして宗教的また国民的な規制が8から21章に書かれていました。さて22から26章は家庭内と個人的な関係に関する規制です。神様はこの定めの多くをイスラエルの国全体に向けられました。今神様はまさに人々が生活している家庭内と個人的な関係に関連する定めの詳細に取り組まれます。申命記22章1から2節、あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れてきて、同族の者が探している間、あなたのところに置いてそれを彼に返しなさい。私の時代にはよく良い隣人政策ということを耳にしました。神様はこの当時、ご自分のために良い隣人政策を定めておられたのです。神様こそが良い隣人政策を取り入れて、それを私たちの毎日の生活の中で実施するようにと私たちに言われた方なのです。
申命記22章4節、あなたの同族の者のロバ、または牛が道で倒れているのを見て知らぬふりをしていてはならない。必ずその者を助けてそれを起こさなければならない。彼らは隣人に対して無頓着な態度を取るべきではありませんでした。また隣人が困っているのを見て自分とは関係ないやと通り過ぎてはなりませんでした。彼らは隣人に助けを差し伸べるべきだったのです。申命記22章5節、女は男の衣装を身につけてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者をあなたの神主は忌み嫌われる。私たちは律法のもとにはないので、これは私たちには当てはまらないという人がいるでしょう。確かにそうです。それでも私たちが学んでいるこのすべての定めは、私たちが注目する方が良い、ある種の原則を定めています。神様は私たちを男と女に創造されました。神様はここで、男性は男性のように、女性は女性のように見えるべきだと言っておられます。今日の問題は、男性と女性が同じように見えるように、同じように振る舞うようにしようとしていることです。平等を要求して、女性たちは大変な代価を払ったと感じています。男性たちは女性たちを女性として扱いたいのです。それは男性が女性の地位を高め、女性たちに同等以上の権利を与えることを意味します。申命記22章6から7節、たまたまあなたが道で木の上または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて、母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子と一緒に取ってはならない。必ず母鳥を去らせて子を取らなければならない。それはあなたが幸せになり長く生きるためである。神様が鳥たちにも配慮しておられることを見ることは素晴らしいことです。主イエスは一羽のスズメさえも父なる神様が知らないところで地に落ちることはないと言われたことを思い出してください。実際この言葉は一羽のスズメがいつでも父の膝に落ちるという考えを含んでいます。ただの鳥ですが、それでも父は考慮しておられるのです。主イエスは言われました。マタイの福音書10章31節。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。なんと素晴らしいことでしょう。もし父が一羽のスズメのことを考慮しておられるなら、父はあなたについて全てのことを考慮しておられ、また知っておられるはずではありませんか。申命記22章8節、新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。万一誰かがそこから落ちても、あなたの家は地の罪を負うことがないために。この当時のイスラエルでは、屋上は玄関であり、パティオであり、デッキであったことを理解しなければなりません。夕涼みのために家族が屋上に座りました。今神様は屋上を守らなければならないと言われます。小さな子供がそこから落ちないように、そして誰かが暗闇の中で屋根から足を踏み外さないようにぐるっと手すりをつけなければなりませんでした。神様は人が家を建てる建て方にも関心を持っておられます。申命記22章9から10節、ブドウ畑に2種類の種をまいてはならない。あなたがまいた種、ブドウ畑の収穫が皆汚れたものとならないために、牛とロバトを組にして耕してはならない。実際私はイスラエルでこれを見ました。彼の地では今日もそのようなことが行われているのです。大牛は大牛、ロバはロバで、彼らはうまくいきません。彼らは一緒に歩きません。彼らの足取りは違い、一緒に引っ張ることもありません。主は混合が多すぎでないことに気づかれましたか。結婚に関しても同じことです。神様は救われたものと救われていないものの混合を嫌われます。申命記22章11から12節、羊毛と亜麻糸とを混ぜて織った着物を着てはならない。身にまとう着物の四隅に房を作らなければならない。このような混合に何が起こるか知っていますか。洗った時に羊毛は縮み、亜麻糸は縮みません。そうするとかなりの問題が起こります。12節、この房はほとんど一般的には青い色でした。大祭司の装束の房は青だったことが分かっています。房は彼らと神様との関係を思い出させるものでした。後になって房ははっきりとしたユダヤ教の象徴となりました。神様は混合に対して警告をされます。神様の子供はこの世と混合することはできません。クリスチャンたちがこの世の人々に伝道するためにこの世のやり方に従うというのを耳にします。彼らに伝道するにはそれではいけません。クリスチャンはこの世と混合してはならないのです。申命記22章13から15節、もし人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女を嫌い、口実を構え、悪口を言いふらし、私はこの女をめとって近づいたが、少女の印を見なかったという場合、その女の父と母はその女の少女の印を取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持っていきなさい。無実の妻を守り、また偽って訴えられることから妻を守るための定めです。この定めによって妻は神様を信じない忌まわしい夫から守られたのです。今日はこのようなやり方はしませんが、神様はこのような状況下で妻を守るために取り決めをされました。申命記22章20から21節。しかしもしこのことが真実であり、その女の少女の印が見つからない場合は、その女を父の家の入り口のところに連れ出し、その女の町の人々は石で彼女を撃たなければならない。彼女は死ななければならない。その女は父の家で淫行をしてイスラエルの中で恥辱になることをしたからである。あなた方のうちから悪を取り除き去りなさい。女性が有罪だったとしましょう。その時は彼女は石打ちにされなければなりませんでした。イスラエルに対する神様の定めの下では、姦淫の罪を犯した者は男であれ女であれ石打ちにされました。もしそれをこの南カリフォルニアで行ったなら、あまりにもたくさんの石の山ができて、この地域を車で通ることは不可能になると思います。神様は結婚を重んじられ、性的な純粋さを重んじられます。このことが神様が姦淫をどう思われるかを物語っています。ご自分の民への神様の愛が神様の律法に表されていることを思い出してください。結婚の神聖さを守ることに関するこの定めは、人類の種族への神様のご愛とご配慮のとても立派な実例です。